やあ、ぶっちゃポンコツまで顔出してどうしたよ。そのお前大丈夫か。んだよ、人を病人みてえに言うんじゃねえわ。モニター前でデジヘッドと戦った時、お前様子がおかしかったろ。ああ、あれな。そういやぶっちょに礼を言うの忘れてたわ。あん時付き合ってくれてマジありがとな。おかげで今がボーナスタイムだって分かってめちゃすっきりしたわ。ボーナスタイム？何度も言うが、今までの人生俺は完全にモブだったわけよ。名前のない真っ先に死ぬキャラ、ご大層な事件に巻き込まれるその他大勢で、戦うとか立ち向かうとか夢のまた夢。けど今回は違う。俺は特別な力を持ってて、文字通り命がけで学士と戦ってる。しかも阿吽の呼吸でキレッキレに連携して戦う後輩が隣にいるとか、どう見ても主人公ムーブじゃね。持ち上げすぎて嘘くせえよ。まありがとな。ぶっちょのことだからそれは本心なんだろうな。今まではリドゥがぶち壊せればそれでよかった。ムカついてたからな。けどこないだぶっちょと戦って、こういうのも悪くねえなって思えた。つっても現実に帰ったって俺の人生お先真っ暗なのは変わんねえ。最悪で最低だ。こんな不幸な人間どこ探してもいねえだろ。そうかもな。でも俺には今戦わなきゃいけない敵がいる。これって幸運なことなんじゃねえかな。人生っつうのは明確な敵がいねえよな。ゲームやアニメみたいに分かりやすくね。俺たちを苦しめるのは生まれとか才能とか、何を恨んでいいか分かんねえものばっかだ。何に怒りをぶつけていいか分かんねえ、何に頑張っていいかも分かんねえだろ。だからみんなイライラしてくすぶってんだ。でも俺には今リグレットがいる。怒りをぶつけられる相手がいて、そいつと戦う力がある。それはきっと幸運なことだろ。だから俺の人生は今が全てなんだ。今やんなきゃいけねえ、モブだった俺が主人公になれる時間なんだよ、この戦いはよ。コバト、だからそのなんだ、帰宅部には最後まで付き合ってやんよ。ありがとうコバト。別にてめえのことを許したわけじゃねえからな。簡単に割り切れねえのが人間様だ。もちろん分かっている。でもよ、戦う力をくれたことには感謝してる。だからよ、お前がくれたこの力、ついでにお前の怒りも俺がまとめてリグレットにぶち込んでやるよ。コバト、今のコバトの言葉、キア、とても嬉しい。リドゥでの記憶はきっとお前の武器になる。どうだかな、人生積んでっからな。帰宅部のみんなと力を合わせて一日も早く現実へ帰ろう。おう、任しとけ。そういうわけだから最後まで付き合えよ、ぶっちょ。主人公は譲らねえぜ。来てくれてありがとう。呼び出してごめんね。泣いてたのか。怖くてね。学士を倒してキイの力が前よりずっと強くなって、私の力が役に立っているのは嬉しい。不格好で醜い心の形でもみんなの役に立ててる。それを
あんたたちに教えてもらったから少しだけ自信は持てた気がする。でも現実に帰れる日が近づいてると思うと、私の中でまだ結論は出ていない。やっぱり帰りたくないか。ニコとしてリドゥで生きるのはすごく楽だった。だって世界中で誰よりもニコのことを知っているのは私だから。だけど私帰ったらどうしたらいい。ニコとして親とやり直す、それともどんなに二人を傷つけてもイオリのままでいたらいい。ねえどうしたらいいの。分かってる、自分で決めることだよね。そんなの部長が優しいからつい甘えちゃった。さてどうしようかな。イオリはニコが家族のことが大好きなんだな。え？自分を殺してまで家族を守ろうとするなんて普通は考えつくことじゃない。そうじゃないよ、ニコを中心に笑ってる家族が好きだっただけ。あの光景を取り戻せたらいいなって。家族を何とかしたい。私はもう一度頑張ってみたい。手遅れなのかもしれないけどさ、不格好で諦めが悪いでしょ。駒村伊織はそういう人間なんだと思う。気づかせてくれたのは部長、そしてそういう駒村伊織のことは嫌いじゃないなんてね。さて現実に帰ったらどうするかはともかく、もうしばらくニコをやりきらないとね。本当の自分でいなくていいのか。帰宅部のやつらは理解してくれると。ううん、いい。これは私が望んでやることだから。ニコが死んだ時きちんと悲しめなかったからさ、ニコで学生生活楽しむのは私なりの追悼。私だってニコのこと好きだったんだから。そうか、だったら応援するぞニコ。うん、帰宅部のために、部長のために、ニコのためにも。この間はごめんなさい、取り乱してしまって答えにくい質問をしてしまってすみません。助けてくれたあなたを困らせるような聞き方をしてしまいました。水口マリエ、ウィキッドのことも認めるべきだということですか。キーもそう思うんだ。リドゥでのマリエは、天吹マリエはねじ曲げて作られた人間じゃない。作られた嘘っぱちの人格なわけじゃない。単に生まれた環境を変えただけだ。周りに恵まれただけだ。そんな不幸なボタンの掛け違いを直しただけなんだ。いい子のマリエも
悪い息とも一つの可能性だ。ただちょっとした不運でそれが分かれてしまうだけなんだ。マリエだけじゃない、みんなそうだ。キーはいろんな人間を見てきて、それに気づくことができた。私もウィキッドも同じだとしたら、ウィキッドはとてもかわいそうですね。私が皆さんと一緒に過ごした幸せな時間を不幸にも得ることができなかったんですから。ウィキッド、決まりました。ええ、やはり不安は消えません。ウィキッドがどんな気持ちでいたのか私には想像するしかありません。もしかしたら私なんかと一緒にするなって言うのかもしれませんけどね。私はあなたが助けてくれた私のことが大好きです。だからウィキッド、ううん、私のこと好きになろうと思います。きっとリルーで幸せに生きた私の存在が現実に戻った時の私が変わるきっかけになるかもしれない、そんな風に思うんです。強がってるだけなんですけどね。全身不随の寝たきり生活なんて想像もつかない。孤独だろうな。ありがとうございます。その言葉をお守りに頑張りますから。この温かさ忘れたくないな。もうこれ以上優しいことを言うのやめてください。だって泣きたくなっちゃうじゃないですか。私は幸せなのに。うん、リドゥにいる間は精一杯生きます。私にもできることがあるんだもの。うつむいてばかりいられません。さあ行きましょう。帰宅部部員天吹マリエ、頑張ります。みんなで現実に帰るために。ああ、そうしよう。キーもマリエのためにガンガン歌うぞ。ありがとな。え？どうかしましたか？安心よ。ああ、雑魚戦だるすぎなんですけど。コバト、やる気ださんかい。全力で行くぞ。手加減はなしだ。今度全力で行くぞ。
け。マリマリ、俺に惚れ直しちゃったんじゃない？一度惚れてる前提なんですね。活動開始である。手加減はなしだ。力を貸して、もう一人の私。調子が、マリマリ、俺に惚れ直しちゃったんじゃない？一度惚れてる前提なんですね。全力で行くぞ。えっ、確保。しんどけ。戦闘終了。ご苦労である。手加減はなしだ。またかっこよくなっちまったよ。もらえるもんはもらっとけい。風紀の乱れ、許すわけにはいきません。そうだそうだ、天罰を食らわせろ。えっ、しんどけ。戦闘終了。ご苦労である。おっ、いいもの見
これはメタバーセスに飲み込まれた人の声だ。人の形を保てなくなって意識だけになってる。じゃあもしかして電車の窓から見えた光も。うん、多分そういうことだと思う。そんな。いや、ちょっと待ってくれ。少なくとも意識として存在しているということは死んだわけではないと。それならもしかして元に戻すこともできちゃったり。そこまで楽観的にはなれないけど、可能性はゼロじゃないと思う。大丈夫、信じていればきっと。けっ、まだ俺たちがどうなるかもわかんねえってのに、おめでたい奴らだ。みんなで帰れるといいですね。とにかくリグレットを倒してみんなを解放しないと。リグレットか、彼女は一体何を考えてるんだ。わからないな。ミュウのように人々の幸せを願うでもなく、リドゥに来た人間も犠牲にして。直接会って話を聞くしかないってことだね。やれやれ、本当に会えるといいけどね。見つかった。よろしくお願いします。全力で行くぞ。しんどけ。今度は迷わない。俺が決めたんだ。手加減はなしだ。大活躍だな、小畑先輩。ああ、お前に負けてらんねえからな。もらえるもんはもらっとけい。このみっけ。
本当の姿だったら絶対言わないでしょ。
実体なくさないと素直になれないわけ。さあどうかしら。たく頑固なんだから。行こう、あいつを元に戻して直接聞かないとね。さっきのセリフ、そのためにもリグレットをぶっ飛ばしてるぞ。ああ、うん、だからちょっとだけ待ってなさいよね。なあなあ、どういう意味？キリちゃんってアイドルな？うっさい、行くよ。もらえるもんはもらっとけ。手加減はなしだ。しんどけ。やりそうだぞ。全力で行くぞ。手加減はなしだ。みんなお疲れ様。いいもの見っけ。
マリエ、準備はいいか？ええ、楽しい時間にしましょう。手加減はなしだ。お疲れ様、実力急上昇ですね。やりそうだぞ。ほらよ、ここで立ち止まるわけにはいかないんだ。もらえるもんはもらっとけい。のみっけ。帰宅部活動開始である。手加減はなしだ。次行きましょうか。もうちょっと休んでからでいいっすよ。マリエ、準備はいいか？ええ、楽しい時間にしましょう。ほらよ、おしまいです。このままじゃまずい。力を貸して、もう一人に私。このままじゃまずい。残念、戦闘終了。ご苦労である。帰宅部活動開始です。お、なかなか様になってんじゃん。手加減はなしだ。
ちえい。エイキー、今のバトルの感想は？とっても最高です。もらえるもんはもらっとけい。全力で行くぞ。翔太先輩、助かったよ。任せてください。もう俺に迷いはありませんから。よもや、卑怯とは言うまいな。手加減はなしだ。はっ！えい！ほらよ！みんな、お疲れ様。このみっけ。どうでもいい。結局何もいいことなんてないんだ。もらえるもんはもらっとけい。お、ちょっとストップ。キイちゃんどうしたの？なんか部屋がある。
誰もいないの。さっきまで誰かいたような気配はするけど。ダメだな、こっちは見たこともないセキュリティだ。どれどれ、そっちはキーが直接触ってみる。任せた、俺はもう片方を見てみる。スパイみたいでかっこいい。これはどうした、チビちゃん。この塔の見取り図みたいなものかな。リグレットはこの塔の離れみたいな場所にいるみたいだ。まあそこに渡るには塔をもう少し登らないとなんだけどね。塔の中ももう少しバリアフリーとか気を使ってくれればいいのにね。とにかく先に行くしかなさそうですね。はい、注意して進みましょう。ささっとキーやっつけちゃってよ。すみません、よくわかりません。戦闘終了、ご苦労である。後ろは任せてくれていいっすよ。ほらよ翔太先輩。おお、いいね。全力で行くぞ。今度は迷わない、俺が決めたんだ。迷わない。お疲れ様でした。お、いいもの見っけ。
もらえるもんはもらっとけい。みっけ。やあ、また会えたね。クダンに、ドクトル。しつけー、うぜー。ちゃんと、とどめを刺しておかないからだよ。その甘さが命取りだってやつだね。わかった、今度こそ、そうしてあげる。残念、二度はないよ。お前たちには、世話になったな。おかげでリドゥは間もなく生まれ変わる。生まれ変わる、どういうことだ。そうだね、この前見逃してくれたお礼に教えてあげようか。いいかな、ドクトル。好きにしろ、死ぬ理由くらいは知っておきたいだろう。リドゥの運営が始まってすぐ、ブラフマンやリグレットは気づいたのさ。現状のシステムでは、やがて世界もリドゥの処理能力と受け入れのキャパシティが限界に達するとね。何せ元は得意点のためだけに作られたミクロメビウスのお下がりだ。無理もないってものだね。つまりいずれはシステムの抜本的な改修が必要となる。そのためには現在よりも大量のエネルギーを世界を構築するリグレットに供給しなければならない。しかしリドゥにはこれ以上人間を受け入れられない。この矛盾に相対していた時、現れたのがお前たちだ。最初は目障りだったお前たちだが、ある時気づいたのさ。受け入れる人数が増やせないなら、一人一人の出力を上げるしかない。つまり感情の振り幅を強くする。お前たちをリグレットを脅かす凶悪なバグとし、それを周知することで人類の敵として仕立て上げた。嘘つき。嘘が世界を反襲した頃、真実はまだズボンを履こうとしているというよ。本当よりも受け入れやすさが重要さ。人は強大な敵を努力して倒す展開が好きだからね。友情、努力、勝利だろ。そうしてリグレットに対して反逆の証が突きつけられると、人々の心には新たに疑惑と不信が生まれた。仕上げは私の仕事さ。私の歌で煽られ膨れ上がった感情、リグレットは求められ、逆に諸悪の根源とされた諸君には負のエネルギーが集まった。こいつら新しいリドゥ、ブラフマンはリリドゥと呼んでいるがね、それを作るのに十分なエネルギーは集め終えたというわけさ。ま、この世界を守りたい人々の願いの力だからね。文句を言われる筋合いはないよ。じゃあやっぱり俺たちの行いが結果的に今の状況を招いてしまったのですか。利用されてたとか。くっそムカつくわこいつら。とはいえもう結果は出ているからね。あとは任せたよ、ドクトル。待ちなさいよ。彼女にはまだ役割がある。ここから先は俺が通さない。今のご考察も
時間稼ぎと足止めの一環ってことだろ。後出しでお見通しのアピールか。滑稽だな。大人げないやつだな。長話の分、あんたはさっさと倒せばチャラになるだろ。大した自信だ。できるものなら試してみるといい。リドゥが完成すればクラン家の足が治るのか。大人のくせに相変わらず現実逃避してるあんたなんか怖くないよ。大人だから現実に見切りをつけたのさ。夢だろうと異世界だろうと構わない。俺を解放してくれるのならば。あの、彼女の足がとっくに治ってるってこと言えば無理に戦わずに済むんじゃないですかね。それを言ってもあの人は信じられないと思う。それにその事実は彼女のためにも伏せておいてほしいです。コンタ先輩。さあどうした、かかってこないのか。やってやる。大人を理由に言い訳するような人間、俺は決して認めない。俺を解放してくれ。自分に酔ってんなよ、大人のくせに。このままじゃまずい。地獄を見せてやる。終わったか。何を使うか迷ってしまう。俺の勝ちでいい？ああ、俺の負けだ。ああ、もう諦めが早いのも気に食わないんだよ。あんたの全部が全部鼻につく。大人になると自分の限界が分かってしまうのさ。俺に彼女は治せない。俺が壊してしまったのに、動かない彼女の足が永遠に俺を責め続けるんだ。いつかお前にも同じような日が来る。自分の限界を知る日が来る。ああ、気に食わない。うるさいんだよ凡人が。お前なんかと一緒にすんな。悲劇のヒーローぶって自分に酔いやがって。俺はお前なんかと違う天才だ。お前がダメなのは大人が理由じゃない。お前がダメなのはお前がダメだからでしかない。俺がそれを証明してやる。天才の俺が大人になって、もし医者になったら彼女の足だって治せるに決まってる。マリエさん、あんたもだ。え、どいつもこいつも勝手に絶望しやがって。全員天才の俺が何とかしてやるから待ってろ。はい。リュウト。なんだよ、ニヤニヤすんな。リュウト君超かっこいいじゃん。そうね、情熱的で素敵だと思うわ。月島君がそこまで熱い思いを抱えていたとは。見直しましたよ。うるさい、さっさと行くぞ。かっこ悪いな。俺は死ぬなよ、クソガキ。
もらえるもんはもらっとけい。全力で行くぞ。ここは通さない。まだだめだ。次行こう。加減はなしだ。全力で行くぞ。仕方ないな。一肌脱ぐとしますか。お疲れ様でした。なかなかやりそうだ。手加減はなしだ。力を貸して。もう一人。どうだ。このまま。うまくいったな、マリエ。最高な気分ですね。お、いいもの見っけ。
全力で行くぞ。これでどうだ。戦闘終了。ご苦労である。キリコさん、俺との距離気にして。守れなくなる。オッケー、リュウコさんかっこいい。はっ、どうだ。さあ次行こう。もらえるもんはもらっとけい。出口さん、ドクトルは倒しました。そこをどいてください。俺たちは急ぐんです。このままじゃ、この世界は。私が足をなくしちゃってから、先生は笑わなくなった。よく笑う先生が好きだったのに。私の足が治ったら、先生はまた笑えるようになる。わかっていたけど、足が治ったら先生は私の元から消えてしまう。歩けない足、私にとっては先生とのつながり。でも先生にとってはきっと呪い。井出口さん、あのね、私は世界なんてどうでもいいの。私の世界は最初から先生だけだから。ねえ、どうすればいいの、鶴巻くん。とても悲しい話です。とても不幸な話です。どうすればいいかなんて優柔不断な俺には分かりません。自分の人生だって迷ってばかりの俺にはね。鶴巻くん、それでもこのまま俺の仲間をみんなを危ない目に遭わせるのは許せないんです。高速違反よりもずっと許せない。だからそこをどいてもらうしかないんです。そこを、そこをどけ。オブリガードの学士クランケー。
わからない者同士、もがくしかないよね。私、鶴巻くんに会えてよかった。俺もです。だから、君を倒します。どうしたらよかったのかな、果たして。手加減はなしだ。仕方ないな。たまには遊ぶのかな。負けちゃった。俺たちは弱い人間だから、これからもたくさん迷って悩むと思うんです。そのせいでいろんな人を傷つけてしまう。少なくとも俺はそうです。俺はエゴを通すことで他人が苦しむことが怖い。鶴巻くん。それでも俺たちは自分の思いに正直でいるべきです。でないと心は簡単に死んでしまう。好き嫌いとかで決めていいんですよ。俺たちもあなたがしたいようにしましょうよ。言って、それで現実に戻して。井出口さん、大丈夫。私、先生とやり直すから。どこの世界でも、何度でも、何度でも。わかりました。行きましょう皆さん。うん、急ごう。彼女のみんなのためにも。大体リドゥなんてなくてもやり直せるんだよ。それが人間だろ。キーはもう知ってるぞ。それを帰宅部のみんなに教わった。そうかもな。ええ、その通りです。行きましょう。頑張って。このみっけ。全力で行くぞ。はっ。どうだ。やったな、キリコ。部長が見ててくれたらいつもより頑張れるんだよね。やりそうだぞ。考える。さあ、次行こう。
もらえるもんはもらっとけい。タタラさん、気をつけて。ええ、私には生きる目的があるもの。これでどうだ。手加減はなしだ。考えるんだ。どうだ。さあ、次。作戦の幅が広がるな。ものみっけ。もらえるもんはもらっとけい。ものみっけ。私の邪魔したこと後悔させてみるから。全力で行くぞ。これでどうだ。ここで立ち止まるわけにはいかないんだ。
手加減はなしだ。どうだ、このままじゃ安心して死ねないよ。ササラさん、感覚で動きすぎ。作戦覚えてる？覚えてない。もらえるもんはもらっとけ。壁は俺がやるよ、サスラさん。ううん、私が守るの。年上だもの。はっ、これでどうだ。頑張ったんじゃないかな。ササラさん、全然まだまだ無駄が多い。お、いいもの見っけ。見つかった。ああ、始めよう。手加減はなしだ。全力で行くぞ。これでどうだ。よし、次行くよ。いけいけ、キリコ。読む、卑怯とは言うまいだ。手加減はなしだ。どうだ。キイ、今の戦い記録に残しておいて。アイアイさ。
見つかった。全力で行くぞ。これでどうだ。エンギリコちゃん、今回の2個はどうだった？いつも通り頑張ってたよ。さあ、気に散らそう、キリコ。うん、部長のために頑張るよ。手加減はなしだ。どうだ。次行こう。違いを見せてくれ。全力で行くぞ。たまには遊ぶのも悪くない。手加減はなしだ。どうだ。いい連携だったな、リュウト。俺たちの連携は無敵だ。もらえるもんはもらっとけい。このみっけ。山本、無事だったのね。よかった。けっ、しっかり裏切ってんじゃねえか。さて、まだ抗う気かな。たとえここで私たちを倒せても、ブラフマンやリグレットはもっと強いよ。今のあんたたち程度じゃかなわないことぐらいわかるだろ。いわゆる圧倒的不利、危機的状況ってやつさ。ここまで来てもらって悪いんだけどね。ただ、私はお前たちを結構気に入ってる。
私も現実じゃどん詰まりさ。ちょっとだけ同族意識もある。だからさ、提案だ。ここでおとなしく私に従ってくれれば、リリドゥで元通り暮らせるようにしてあげるよ。今回の騒動の記憶なんて消したっていい。平穏な日常が戻ってくるんだ。それは幸せなことじゃないか。町は闇に飲まれて、人はその形すら奪われてしまったのに。今の状況は必要最低限の犠牲さ。ただどうせ一から作り直すんだ、問題ないだろ。スクラップ&ビルドって言葉聞いたことないかい？気が合いませんね、私たち。そうだね、仲良くなりたかったんだけどね。リーダーは君だろ。どうする？世界の半分をやろうってなもんだよ。よく言ったぜ部長。後悔したとしても僕はせめて精一杯かっこよく生きたいからね。元くん。なるほど、交渉決裂ってやつだね。仕方ないね、キューピー。わかるぜ、山本ココア。小畑先輩、名字で呼ばないでよね。うっせ。俺もお前も結局はモブみてえなもんだ。現実じゃどうしようもねえクズなんだよ。だからよ、最初はこの世界が嘘だって知って腐った。嘘でも楽しくやれりゃいいやって思ってたぜ。でもよ、こいつらと一緒に戦ってる間にちょっとだけ正直上がってきたんだよ。巻き込まれモブの俺がまるで主人公だろ。かっこよすぎて笑っちまうよな。俺が世界を救うんだってよ、コバト。俺もお前も向こうに帰ったってクソみてえな生活しかねえ。でもよ、多分ここ逃すともうねえぜ。俺たちクソモブが世界を救う主人公になれんのはよ。何それ、男って子供なんだから。なんだよ、いい女じゃねえか。正気か？君たちのその選択の先に待つのは絶望のみだというのに。そうね、みんなで帰りましょう。ええ、俺もです。皆さんと一緒なら足だって震えません。ミュウは優しさを込めて私にメビウスを作ってくれた。彼女の力が人間に寄り添える可能性を信じたから。なのにあなたたちはその力を使ってリドゥを作って私利私欲のために使おうとしている。そんな勝手なこと許せない。そうだ、母の思い踏みにじらせてなるものか。人類の命運をかけた戦いだ。緊張するだろう。もうあんたの挑発なんかに揺らがないのよ。私が導いてあげよう。手加減はなしだ。どうだ。戦い敗北には痛みがつきもの。全力で行くぞ。時間だね。君たちは目の前の戦いには勝ち続けた。でも本当の勝利を手にするのは私らってこと。本当の勝利って何よ。たくさんの人を犠牲にしてあんた自身もボロボロで、リドゥ完成させて何がしたいっていうの。わけがわからない。ブラフマンの目的とやらは知らないがね、私は
政治利用するためさ。政治？ああ、リグレットは歌と声の力で人々を操れる。政治に使わない手はないだろう。そしてリリドゥが完成すれば現実への介入も可能となる。理想の現実は日本を作るためにその力を貸してもらうという取引なのさ。そんなの自分でやればいいじゃない。それだけペラペラ喋れるんだから、ズルしないで自分でやりなよ。喋れない。え、黙るのさ。生まれつきの体質でね、頭の中では無数に言葉は浮かぶんだがね、つっかえて出てこない。それは父親が政治家だったんだが、うまくいかなくてね、どうにかしてサポートしてやりたくても、私の体質のおかげで足を引っ張るばかりさ。これしかないだろ。目の前に近道があったら選ぶだろ。なんだ、くっそでかかったぞ。おい、大丈夫さ、安心しなよ。この塔は再構築に巻き込まれない。クダン、プラフマン、あのクズが。私の夢、お父さんとの。クダン、プラフマン、あいつ私たちもろとも。山本、マキノちゃん、彼女のコントロール権の消失を確認した。もう九段の言う通りにはならない。マキノ、お前たちはリグレット様の元へ向かってくれ。僕は彼女を安全なところに運ぶ。マキナ、お前は一体何を。ブラフマンの手下ではないのか。僕はブラフマンの下についた覚えはない。リグレット様の配下だ。それって同じじゃないの。僕の中では明確に違う。僕はリグレット様が何を考えているかわからない。でもあの人はブラフマンに隠れてお前たちに何かを伝えたがっていた。さあ早く。マキナちゃん、今でも死ぬのが怖い？怖いよ。でもうまく言えないけど、今は死にたくないっていうより生きていたいんだ。今になって笑われるかもしれないけど、九段に一度殺されてみて、やりたいことがいっぱいできたんだ。死にたくないのと生きたいのは別なんだね。不思議だよ。大丈夫、何でもできるよ。マキナちゃんには時間がいっぱいあるんだから。必死に自分の人生を生きていたらいつか死んじゃうことなんてきっと忘れちゃうよ。頑張ってね。もらえるもんはもらっとけい。you
怖いなぁ、もう。オーケー、チェッケラー。手加減はなしだ。これでどうだ。私の邪魔をするな。戦闘とってもいいか。悪くない気分だわ。しっかりやれよ、お前ら。全力で行くぞ。はっ、はっ、はっ。えいやー、少しか。いつも通り頑張ってたよ。ありがとう。お、いいもの見you